Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come in next, Adiragi. 11月3日火曜日、時刻は4時を回りました。アジクーターラジオ生放送の時間です。今日は文化の日ということで、祝日でお休みになってますね。えー、沖縄市中央パーカーベニュー国道330ともになんかこうお休みの雰囲気が漂っていますけれども、ちょっと雨が落ちそうな小座のね、えー、お天気ですね。お今日ですね、高速で、えー、まあ南部から沖縄市にやってきたんですけど、高速降りて、 三ム丸向けにチャーマスすぐ行くと右手の方にコザ神建スタジアムがあるんですね。で、今日実はですね、この文化の日の今日に、小、え、座、ー、コザモーターフェスティバルというものを開催してまして、 えー、まあ、これあの、バイクだったりとか、あと、カート、まあ、ゴーカートでカートだったりとか、で、あと、四輪駆動、四区のですね、まあ、ジムニーとかで、あのー、まあ、山をね、ちょっとこう、登ったり下ったりとか、で、また、ちょっとアクロバティックな、えー、まあ、モトクロスのね、パフォーマンスがあったりとかですね、そのイベントやってるんですよ。でも、各地混んでて、で、チラッとね、 あの、勝利の像があるところちらっと見たんですけど、もうすごいこう人だかりができてて、なんかこうジャンプ台があって、そのジャンプ台でこうね、あの、ジャンプしたりとか、まあパフォーマンスをするっていうね、やつなんですけども。いやなんかね、あ、意外と沖縄市のこのコザ運動公園の周辺で、まあそういった凸凹のね、道をこう作って、こういう競技もね、できるんだなとちょっとね、驚きましたけどもね。えー、まあそれ以外にもですね、 あのー、モータースポーツの、まあ、車両のね、展示、まあ、公開だったりとか、で、あと、道場体験ができたりとかですね、あと、親子二輪体験会とか、まあ、様々、こう、見たりもできるし、体験もできるという、またそういったものなんですけれども、今日のこの後ね、夕方5時までやってるらしいですからね、あのー、今日お休みで残り時間どこに行こうかなと考えて皆さんがいたら、沖縄市の小座運動公園、 えー、特にね、コザ新金スタジアムのところに足をお運びいただきたいなと思います。ちょっとね、車の止めカンてうもう本当に、あの、走行だけですね。はい、どこに止めていいかっていうところだけだと思いますけれども。なんか本当に、毎年開催、いや、毎年に限らず、年にね、何回か開催してもいいんじゃないかなっていうぐらい盛り上がってましたね。 はい。まあちょっとこう、情報ね、あの僕もこう早めにキャッチして、朝からね、行けたらよかったなと思ってたんですけれども、えー、残り時間あと1時間となってるみたいですね。さあ、文化の日の今日、皆さんは何をしながら過ごしているんでしょうかまああの、朝からね、あの、お休みでどっか行ってきましたよ、だったりとか、いやもう今日も普通に仕事ですよという方も、ね、いろんな方がいると思いますが、はい。11月3日、今日もこの後夕方6時までお送りしていきます。 ユーストリームの配信とツイキャスの配信もしていますので、どちらからかコメントも残,残してください。そして、ラジオを聞いている皆さんはこちらまでメッセージ。761アットマーク、fmcoza.jp 76。761アットマーク、fmcoza.jp でメッセージをお待ちしています。さあ、毎週火曜日の今日は、とけし d へ登場の日なんですけれども、今日もお休みのようです。はい。あのー、まあ、お休みの理由としてはね、 仕事が忙しいということで、まだ終わらないということで、先ほど連絡がありましたので、まあ、今日もお休みだろうということでございます。まあ、なので、メールがね、まあ、いつも通りは来ないだろうなと思ってますので、リクエストの曲、特にね、今何をしながら聴いてますよという、そういったこう自由なコメントもお待ちしております。一応、一曲お届けした後に、今日の番組のテーマを発表していきたいと思います。 アジクーターラジオ、今日のオープニングは、ドラゴンワッシュのナンバーから運命共同体をお送りしました。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック、ソートバンク中野町の提供でお送りします。 さあ、アジクルタラジオ、今日も沖縄市中央パーカーベニューからの生放送となります。えー、昨日ですね、夕方、まあ、放送終わって、で、那覇に7時半ぐらいに着いたんですね。で、仕事関係の、まあ皆様、総勢10名ぐらいで、まあ飲みに行ったんですけど、あの、那覇市の雲寺っていうところなんですね。で、そこの辺りで飲むってこと、まずないんですよ。で、僕が昨日行ったところっていうのが、あのー、 竹炭というね、居酒屋で、結構ね、店内がゴージャスな感じで、すごいこう、きらびやかに光ってるんですね。で、またあの、男性、女性、まあ特に今日がお休みということもあって、えー、賑わってたんでしょうけど、まあ人が多くて。で、こう10名ぐらいで飲んでたんですよ。で、とりあえず1次会飲み会終わって、さあ2次会に行きましたと。っていうことになりまして、で2次会の途中でね、あのー、M さんという方がね、 えー、あれ ?M ちょっといなくなってるんじゃないかっていう話になって。あれ電話してみようって電話したら話中みたいな展開なんですね。あいつ帰ったなみたいな。まあ仕事のこの、あの、なんていうんですかね。あの、お付き合いの飲み会でもあったので、まああの、それぞれこう家族もいますし、まあ予定もあったりとか次の日がね、早かったりとかで、多分帰ったんだろうと。嫌なやーみたいな感じで話になってたんですよ。 であのー、まあソロの見返の中でちょっとこう応募素敵な方がいらっしゃいましてもうこの人がね一言行くよって言ったら「はいわかりました」みたいなもう従うみたいなそういう感じだったんですねで二次会に行ってで一人あのー「あちょっと待って今電話かかってきてるわ」って電話を取って「あもし?」もしって言いながらそのその場を離れようとして男性がいたんですねえー ゆうさんという方なんですけど、ゆうさんが電話しながら、スッとね、あの、同じ公席の人に、五千円札をね、おスイッと渡して、俺帰るから、みたいなこと言って、<laughs> 1抜け、2抜け、みたいな感じしたんですよ。あ、なるほどと思って、あのー、だいたいこの飲み会って、あ、お酒です、失礼します、みたいな、こちゃんと言うじゃないですか。でもこの仕事のこの飲み会っていうのは、 ええー、まあ、この大ボスが酔っ払ってるからっていうこともあるんでしょうね。帰ります先輩とかって言うと、何言ってんのみたいな。そういう感じになっちゃいますから、多分もう空気的に自然消滅じゃないですけどもね。しれーっと帰るっていうパターンなんでしょうね、きっと。で、僕もですね、え、森へ。いや、もうそろそろ帰っていいよ。いや、もう、もう、落ち遠いだろうみたいな感じ言われて。いや、もうここはもうお任せとけと。えー、また、 二次会の後はステーキ食べに行くからっていう <laughs> えあんなに飲んだ後にステーキ食べに行くんですかって話になったんですけどもうそれがもうパターンらしいんですねでそのパターンらしいからあの最後まで付き合わないでいいよっていうことで、あのーまあ、僕の先輩にあたる方々が「森今だったらこっちの階段から帰れるからゴー!」って言って僕が帰ったんですねでその後結 結果的にに、えー、人ぐらいかかなな半分に減ったのかなで、その5人でまた焼肉をね、400g 食べに行ったらしいんですけれども、で、今日の番組のテーマとしては、あの飲み会の時にですね、ちゃんと、あのー、帰りますと言ってますかっていうね、テーマでやってみようかなと。いや、対外の人はもう帰るって言うと思うんですよ。 でも、昨日のその飲み会は、もうなんかもう空気的に、あの、帰りますって言ったら、なんだとみたいな。<laughs> ちょっとコア元の方ですから、まあ、冗談でね、なんだとって言ってるはずなんですけど、初めて飲む人たちからすると、そのなんだとが、シャレに聞こえないぐらいちょっと凄みのある方なんですね。で、結果的に僕はですね、あの、 お先ですみたいなことはその方応募するには言わなくてね帰ったんですけれども、まあ、皆さんはねどうなのかなと思いまして、はい、今日はこのテーマでやっていきたいと思いますまあ昨日ね、あのー、仕事終わって今日が休みという方はもしかすると飲み会に行ってたっていう人もねいるかもしれませんので,でまたもうこれから忘年会のシーズンにもなりますからね、えー、飲み会がやったら多くなると思いますのでその飲み会でのね、えー、席のシーンも教えてください さあ、時刻は四時十六分になりました。さあ、今日もやってきました。赤ちゃんいらっしゃいのコーナーです。このコーナーはアイレディースクーニックの協力でお送りします。 さあ、11月3日、今日は何の日の時間です。まあ、今日は国民の祝日ということで、えー、文化の日、レコードの日、ハンカチーフの日、文具の日、漆の日、明治神宮祭、などなどとなっています。えー、それ以外にもですね、映画、ゴジラ風切り。 1954年の今日の出来事物理学者湯川秀樹さん中間子理論の研究により日本人初のノーベル物理学賞を受賞1949年の出来事ですそして今日の誕生日の皆さんタレントの向井亜紀さん俳優の江本明さん漫画家斎藤隆雄俳優小林明 そして、えー、漫画家、もう亡くなってしまいましたが、手塚治さんのハッピーワースデーでもあったということです。そして、戦国時代大名ということで、武田信玄の誕生日でもあるということです。11月3日ですね。今日は、あの、うちの母の誕生日なんですよ。まあ、文化の日で覚えやすいので、もう、親のなんか誕生日だけはね、忘れられないというか、もう祝日ですから。また、うちの弟は、 あのまあ、以前まではね10月の10日が体育の日だったじゃないですか10月10日生まれが父で,で母は文化の日生まれというね、まあ、なのでもう絶対こう忘れられないっていうね誕生日なんですけれども、まあ、今日もね放送終わってちょっとねプレゼントをこう考えていますけどねさあ今日は文化の日ということで、えー、日本国憲法が公布された日であり 日本国憲法が平和と文化を重視していることから1948年に公布、えー、施行された祝日法で文化の日と定められているということですねまあお休みまあ火曜日のお休みもね久しぶりじゃないかなと思いますけれども、はいえー、11月3日今日は何の日の時間お送りしましたさあこのコーナーではですねラジオ聴いている皆さんからのめでたいニュースハッピーな話題 そして子育てをしている皆さんからの子育て情報などもお待ちしておりますまあうちの下の子が保育園生なんですとか小学校何年生なんですとかね最近の宿題はこうみたいですよとかいろいろその子育ての中で感じたことがあればこのコーナーで紹介できたらいいなと思いますメッセージメールの方は 761-fmpouza.jp 七六一アットマーク fmkosa ドット jp でお待ちしています。赤ちゃんいらっしゃいこのコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りしました。さあメールも紹介していきたいと思います。こちらラジオネームシューターさんからいただきました。はいさい DJ モーリーハイサイ お疲れっす今、FM 講座に向かってるよ、もちろんオリオンスタイルが目的ではい、今このメールが、えー、15分前に届いてるんですけど、今、4時20分、えー、スタジオの外にね、男性の方が今、入っていきましたが、もしかすると、シューターさん <laughs> あなたがシューターさんですか もしかして、聞いてるのかなどうなのかななんかね、あのー、赤い T シャツでお越しになってますけれども、もどうなんでしょうかはい。いや最近ね、こういう形でリスナーさんが、あのー、まあ、チケットの受け取りだったりとか、まあ、仕事の帰りでね、寄、えー、りましたとかで、ふらっと来てくれるんですよ。これでね、やっぱりお会いすることがありますから嬉しいですね。シューターさんですか シューターさんはあ全然イメージ違うもっとおっさんと思ってた <laughs> ええー、そうですかへえーイメージと違うなまあ、なんてれ失礼なこと言ってるんでしょうね。<laughs> もうちょっと、あのー、失礼な話っていうかね。 お年を召されてるんかなって思ってた。まあ曲のリクエストとかね、そういうこととか文面とかね、そういうところでなんですけど、えー、今ですね、スタッフとユンタクしながら、で、右手にはね、あのオリオンスタイルを抱えてるという、そういった状況になっております。はい。えー、あれだね、全然違いますね。だ僕らもそういうことなんでしょうね。 まあ、映像で見てる皆さんはね普段こう顔とか話し方とか見てるからそんなにこう実際にあったとしても違和感はないと思いますけどラジオだけで聞いてるいえば音だけでね聞いてるっていう人が実際にスタジオに来るとまた違ったものになるんでしょうねきっとねいやなんか意外だったなあターさんえー、お一人様 DJ モーリーこんにちはアジラジネームともぶんです サザエさんのタマさんから連絡あったけど、あげ、何かの間違いじゃないオリオンスタイル落選したみたいだね。はい。<laughs> 昨日さ、デイジだったよ、みんな。あのー、本当に当たってないのっていう。間違いじゃないかっていう。<laughs> 冗談とも取れない、マジへこみなメールが昨日たくさん届いてましたね。 俺に当選していたら、ブログやら番内宣伝したのによ。FM 小皿に取りに行くシミュレーションしていたのによ。残念でした。えー、この運は次のどこかで使えってことだぜや。して、3日ぐらい前から喉がやられていて、タンがやばいやつさ。運転しながら、ペッてできないから、えー、ティッシュの消費量がやばいやつさ。さあ、テーマをして、ということで、ラジオネーム友文さんからいただきました。はい。 なんかね、喉をやられてる方って多いみたいですね、やっぱりね。うん。あの、まず、あれみたいですよ。冷たいもの飲まないように、喉を温めること。あのー、やっぱり喉が開きますから、飲むじゃないですか。だかこ喉を、ね、冷やすとかっていうのも良くないって言うし。で、また、うがいももちろんそうですけど、一応僕はですね、 もう本当にもう原始的というか昔からの言い伝えを守るところがあるんですけど大根蜂蜜大根を1センチ四方で切ってで蜂蜜垂らしてで、えー、それの出た水分を飲むっていうねだこう大根とこの蜂蜜で殺菌効果があるらしいのでそれやったりとか、まあと玉ねぎ、あ、ニンニクかニンニクをこの そのスープを作って、で、そこに蜂蜜大根を入れて、で、ホットで飲むっていうね。そういう方も言いますけどね。まあ、この言えば、痰が出るっていうのは、その、金と戦って、その残骸という話を聞いたことがありますので、まだね、ちょっとそういった意味では、治りにはまだ時間かかるかもしれませんね。はい。さあ、そしてこちら、ラジオネーム、青の軍団さん。チースモーリー、チース。モーターショー見に行ったわけ いいはずよ。あの、車でパッて通っただけですよ。うん、でも大盛況でしたね。えー、午前中から行ってる女子からツインドリフトの動画送られてきてからよ。ちょっとでも見たいと思って、球場前通ったら、ジムニーが山のね、山登りしてるし、仕事うっちゃん投げて行きたかったしさ。して、昨日は前城さんとどんな熱い運託したんかまさか逃げたの前城さん, <laughs> なん。なんでわかるのなんでわかるの青野軍んさん えー、なんだろうねなんでわかるんだろうねあ、いや、不思議やしさ、これ。どっから情報が漏れたんでしょうか最後までいたと思いますよ。前城さん。<laughs> はい。一応大丈夫でしたね。うん。まあでも、いろいろ、あのー、誘惑させてもらいました。はい。モーターショーね、マジで、あのー、朝から行けばよかったやつだと思ったね。 デージ事な面白そうだった。本当に。ジムニーとかも万内やったし。で、なんかこう、ちょっと改造車っていうんですか。だか車好きはもうたまらないでしょうね。で、僕は本当にあの、この信号待ちの時にちらっとね、首を右にしてから、あのー、運動公演のとこ見てたんですけど、ピーチビルシルバーがいた。<laughs> 普通にパーラーで行くってた。その会場にいたってことですね。はい。まあ、なので、 5時過ぎてからメールあるんじゃないかな。きっと。こうだったよ、ということでね。はい。えー、ラジオネームユキーさん、ツイキャスでいただきました。モーリーさん、こんにちは。今日は休みだったら、昼寝していたら今起きた。あー、なるほど。いや、でもね、昼寝ってなかなかできないですから。あの、仕事やっててもね、時間限られてるし。休みだって思ってする昼寝って最高ですからね。 本当に。しかも今の時間起きたらまだいいんじゃないですか。6時とかに起きてしまったら、はいやー、一日がっていうね、そういった後悔になりますけど。眠れましたかね。えー、こちら、ラジオネーム。おーチラー40代、チムグクル20のターツイエイビン。ターツ先輩。<laughs> 初めてウクイエイビン。 今、ラジオを聞きながら新しいお店の作業やってるぜ。今日は天気も悪いから、にりるやつさ。早くよ、作業終わらしてビール飲みに行きたい。はい、リクエスト忘れていたな。あのよ、リクエストはよ、日本語の歌でも大丈夫なのかえー、できるんだったらよ、俺の18番、最後の雨、愛しく逃げサビラ。ああ。そっか、だった。お店、オープンしたんですよね。ね。 タツさん。<laughs> 今、厨房で聴いてるのかなはい。僕の中学の先輩ですけども。あいやー、もうお花を送るのすっかり忘れてましたね。はい。あの、近々伺いたいと思います。はい。じゃ、曲も後ほどお送りしたいと思います。電波入るんですね。ねえ。いやー、また今後とも、はい。あの、仕込みの時とかね。えー、ぜ FM 講座ゆたしく、 こちらも行きましょうラジオネーム、えー、シーズーさん DJ モーリーさんアジクルーターラジオを聴きの皆さんシーズーです今オリオンスタイル取りに行きますああ今日あれだねオリオンスタイル受け取り日だねみんな <laughs> さっきシューターさんでしょうねきっと来てましたけどえー ま、時間まで4名ですね、ということで。はい。あの、気をつけてくださいね。まあ、あの、今日お休みで、国道330、結構スイスイな感じですけど、ただちょっとこう、車の往来ーー激しいですからね。さあ、こちら、ラジオネーム MJ さん。ハイサイ DJ モーリー MJ です。今日、午前中、マラソン練習で20キロくらい走ってました。うん。それから、来週、引っ越しをするので、荷物整理もしていました。 一人暮らしなので、えー、大して荷物ないと思っていたら意外にあるね特に結婚式の引き出物の食器関係がいっぱい出てきましたいっそよ捨てようか迷ってますよ人の結婚式はたくさん出たけど自分のいつになるのかね森紹介してくれない <laughs> やばい下ネタがなくなってきてるもう <laughs> 症状が末期に迫ってきてますねこれねはい えー、そっかーやっぱ多くあるんですねそういう引き出物系ってねどうしてるかなあんまりこの引き出物がなんか我が家にあるってイメージないんですけどねまあでも困るみたいですね多すぎるとやっぱりうーんえー、紹介してくれないかっていうことなんですけどなんかね新しいことをね始めたら僕いいんじゃないかなと思いますよ本当に うん、僕はあの、まあまあ、結婚してるから全然、ね、新しい出会いっていうことないんですけど陸上をちょっとね、あのー、最近というか先月からか、まあ、教室に通ってまして、まあ、ここ2週間行けてないですけどそうするとあの下は小学生上は75歳までの方が走ってらっしゃるんですよ。で女性も男性もね。 中学生とかって今まで僕ら大人も中学生だったしで75歳ぐらいまでの方もまあこれから行く先輩のね年齢でもあるじゃないですかそういう,う,う,いう意味ではこのいろいろこの人生のんていうんですかね今までとこれからが見えるのでそういった方々と走ってたりとかタクしたりとかするのでめっちゃ楽しいんですよで今までやってなかったことをねこういう形でやるように なったってことは、多分、独身の方も、何かしら、つながってくると思うんですよね。出会い、これも出会いだと思いますから。まあ、なので、MJ さんもね、おい、シーズーさんですか違うシーズーさんの代理えラジオネーム、ゴヤさんあ,あ、ジャックゴヤさん。<laughs> やばい、デージ失礼だけど、もっとおっさんと思ってた。<laughs> 若いじゃないですか。お子さん連れてね。はい。あの、いい文化の日にしてください。いやー、なんかみんなね、オリオンスタイル持ってめっちゃ笑顔だよ。本当に昨日から。<laughs> それを見てね、僕もめっちゃハッピーになってますからね。嬉しいですね。はい。いや、こういう形でね、どんどんこうプレゼントしてから、ね、皆さんに持って帰ってもらって。いやー、いいですね。はい。もうこれ、当たらなかった皆さんは。 <laughs> ヒンチしますけども、また考えますからね。こういう、ね、企画ね。はい、えー。ラジオネーム、ともぶんさん。テーマ、飲み会の上手な逃げ方になるわけそう,そう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 。う。まあ、先なるおねってちゃんと言うのか、まあ、帰り方ですね。飲み会の時の帰り方。ちゃんと、本当は僕ちゃんと言いたいんですよ。もう帰る。すいません。 はい、もう、本当にすいません。っていうことで、帰るって言いたいんですけど、空気的に言えない空気ってあるじゃないですか。うわ、絶対水さすな、みたいな。ね。だからその時、みんなどうしてるんかな、っていうね。あー、バイバーイ。1歳半ぐらいですかあ、3歳。今度3歳になるっていうね、お子さんですけども。ラジオネーム、小屋さんの娘さん。かわいい。バイバーイ。<laughs> あーめっちゃ笑顔だ。えー、さあメール。以前いた職場の飲み会は、直属の上司はいい人だからいいけど、違うかの部長や社長、会長がいたらもう大変。全然うむさくないから、早く帰りたいさわね。そんな場所でよ、よくやっていたやり方は簡単。アラームで、あたかも電話がかかってきたかのように、電話を取って外に出る。で、すいません、帰りましょうね。と言って帰る。<laughs> まずトイレに行って5分後にアラーム鳴るよ、設定することからだよ。これ結構使えるよ。はい。ということで。これ巧妙ですね。本当に。すみません。ちょっと今、電話、電話なんで。で、もう帰りますみたいな。<laughs> <laughs> いや、でも、あれだろうね。相当やっぱその現場から離れたいんでしょうね、きっとね。あるよね。空気的に帰れないっていうね、瞬間が。 ありますこれねめっちゃわからなえともぶんさんターツーさんからメール来るってすごいね <laughs> ということはもうターツーあともぶんさんもねターツーさんのこと知ってるってことですからねはいえー、<laughs> 知る人ぞ知る先輩ですけれどもさあ曲いきましょう、えー、中西康でいいんでしょうね最後の雨お送りします ラジオネームターツーさんの曲のリクエスト中西康最後の雨でした、えー、さっきねあのオリオンドラフトオリオンスタイルか、えー、24巻入りの1ケースの受け取りでシューターさんがお越しになってたんですけど 差し入れということで、パンをね、いただいたんですよ。でそのパンの数が、二家族分。<laughs> これはどう考えても一家族分ではない、二家族分のパンをいただいております。はい。えー、個数にして、20個に近い、20、18、9ぐらい、いってますね。あのー、フランスパンから。 ウインナーがね中に入ってるやつからちょっとこうチョコでコーティングされてるっぽいやつとかアップルパイ的なものとかねたくさんいただいておりますはいありがとうございますいいですねこの食べ,も食べ物にこんなに囲まれて放送するっていうね <laughs> 上,上見たら T シャツいっぱいだしいろんなものに囲まれて放送するっていうのい,いですねはい、ちょうどあのお腹空いてるんですよねこの時間帯ね はい。えー、もう、木をね、使っていただくなくて全然いいので、また今後ともご参加もよろしくお願いします。あ、あとお母さんの誕生日おめでとうということでいただきました。はい。うちの母、今日誕生日です。65ぐらいかな多分。多分、5だったと思います。一応聞いてみたいと思いますけどね。さあ、今日の番組のテーマ、飲み会の時の帰り方。 うまーく伝えて帰ってますかまたはしれっと帰ってますかみんなにね、ごめん、もう先なるっていうことをみんなに言うのかそれとも、一番この出口に近い人に、ごめん、ちょっと帰ろうな、明日早いからさって言って帰るのかねだから多分それって人によって違うじゃないですか。どんな帰り方するんかなと思って。えー、メッセージ行きましょう。 ラジオネーム。合わせの高青年。モーニング屋にリスナーの皆さんお疲れちゃん。イケメンコージーのそばでメールしている合わせの高青年やいび。<laughs> 何かとコージーが出てきますね。今、隣にいるんですかでもコージーからあまりメールないよね。合わせの高青年のメールの文にはね、コージー出てきますけど。えー、今日はチービデブシルバーからビールもらったよ。 あ、昨日か。えー、だ、ワーモモラを、と、いやいや、6本あげてさ、昨日は飲めなかったから、今日は、チュあ、チュファーラウサガロをね。FM 講座のスタッフの皆さん、改めてありがとうございました。さあ、今日のテーマ、意味を。じゃあ、長女のりょうはよくタブレットで、えボ、ー、ボちゃんボボちゃんかなの動画見てるわけ。えー、タブレット持ってきて、トータン ポポちゃんしてってそりゃするよね親バカです最近してして女なってるよあ今月13日長女うちゃん2歳になるよはいラジオネーム合わせの好青年から頂きましたもう娘にぞっこんっていうねまあ昨日のメールは言えば長男次男の野球の話でしたけどね今日はもう一番チービーのうちゃんの話ということで 可愛いでしょうね。いや、もうめっちゃ可愛いと思うな。うん、もう自分の娘はもう、世界一って思いますね、やっぱりね。これ、どの親御さんもね、同じ思いだと思いますけどね。本当にそうだなと思ったね、なんかね。ま、たぶあっという間にね、大きくなるんだろうけど。うん。えー、吉田山田の日々、打ち与えするよ。リクエストお願いします。といただきました。 えー、ラジオネーム、青の軍団さん。えいや、大事なリスナーさんをムールおっさん扱いな。デジや、ちなみに俺ももっとおっさんと思ってたんか <laughs> <っ>いや、ごめん、青の軍団さんは、もう FM 誤座の入り口をね、間違ってた時点で、もうなんかそんなのバーンって飛んでる。<laughs> 窓をね、ドアだと思って開けようとしてましたからね。 もうあの印象が強,強すぎてからさ、あんまりなんか年齢とかそんなのじゃない。<laughs> えそういえば昼休みアラハビーチら辺でゆくってたわけ。したらよ、遠くで水着でぴょんぴょん跳ねているお姉ちゃんがいたから近づいてみたら。<laughs> 近づくかな普通。えー、グラビアアイドルが撮影していたわけ。おい、えー、ここで俺ってうちなんちやっさって思ったのは もっと近くに行って、シャメ撮ればいいのに、デージトークからカメラ望遠して隠し撮りしたってばだからか、えー、誰かわからんかったってば二枚目とか遠すぎて何が映ってるから、映ってるかわからんし、一応オレンジの水着のお尻を映ってるぜ。はい。ラジオネーム、青の軍団さん。<laughs> こうデージ指でね、あのー、最初この、なんていうの 1>, 1ミリとか2ミリぐらいのこのね、大きさを示すときの指の動きして、ファーって広げるっていうね。<laughs> あれで広げて、望遠望遠で撮ったっていうね。デージ荒い画像が届いてますけれども。いや、それを一生懸命撮ってる青の軍団さんを撮りたかったね。<laughs> めっちゃ恥ずかしいですけどね。やっぱ撮影してるんですね、こういう形でね。あんまり見たことないですよね、そういう場に出くわさないというか。 えー、モーリーさん敗イ、はい、県内地のサザエさんバカサザエさんの玉だよ。にゃお。えー、俺はちゃんとよ、先だろうな、と言って帰るやつさ。モーリーはまさか、ラグビーのゴ郎丸マルフージに指を合わせてドローンします。と言って昭和的なことをして帰ってないだろうな。ラジオネーム、サザ,サザエさんの玉さんからいただきました。はい。これは、誰がやっても、 あ、違うのか。長沢まさみクラスがやったら、受け入れられるのか。というか、プラスに働くのか。それ以外の人がやったら、もう散々じゃない <laughs>、えー、帰れとかっていろいろ言われるんじゃないですか多分これってね。ドローンします。モテキのね、長沢まさみがめっちゃ可愛いんですよね、これね。えー。 シャラクホースケさん。こんにちは、文化人のモーリーさん皆さん。テーマ、飲み会のされ際にちゃんと行って帰るか、ですが、前は立議に行っていましたが、今は基本、言わずに帰ります。昨日のモーリーさんのように、飲み会のメンバーの中に帰ると言いづらい人が大体いるし、雰囲気を壊す感じがしますので、フェードアウトな帰り方ですね。でも、次の日とかに、昨日はいつの間にか帰ったな、みたいに言われます。 で、私は今日お昼から飲んで、昼寝をして、さっき起きてます。あと、オリオンスタイル、私は落選ですかといただきました。シャラクホウスケさん、当選でございます。<laughs> はい、当たってますからね。あのー、時間を見つけて受け取りに来てくださいね。はい。いや、落選してると思って当選してた時ってめっちゃ嬉しいからね。 もう倍じゃないですか、もう気持ちは。まあ、ちなみに、こう飲み会の時、トイレついでに帰ることが多いという。なんかね、トイレ行ったら、シラフにならないですか僕、僕結構シラフになるんですよ。どんなに寄っててもシラフになっちゃうので、トイレに帰、あの、入るとね。で、そうすると、その時に、あ、帰りたいなって思ったら、 はーっていなくなってる時もあるね。なんかこう、めっちゃこうね、ドンちゃん騒ぎやってる状態だったら、ああ、なんか帰ろうねって言って、そのドンちゃんがね、ファーってなくなるのが変なーっていうのもね、ありますけどね。まあでもそんな時に多分あれでしょうね。あ、一応この人だけには行っておこうっていうことで耳打ちして、帰りましょうねって言って、お金、はい、これ、これ足りますかみたいな、そういうことやるんでしょうね、きっとね。 えー、ともぶんさん。MJ さんへメッセージということで。人には全然ならないけど、引き出物の食器、未開封なら、えまるまる倉庫に持って行って、俺も引っ越しするときに全部持ってったよ。えー、ただでもらってくれた。みたいな感じだけど、処分代金でないからおすすめしますよ。はい。ということで。まあ、一見ね、えー、引き出物でもらったものをそういうところで、 っって思ったんですけどでもあるでしょうね年月経ったりとかするとこうどうするっていう引っ越しの時とかねもうまさにね誰もこうもらい手がいなかった時じゃあどうするのかってなりますからねもうそうなった時はもうねそうこうに行くしかないのかなっていう気もするけどねえラジオネームヤーマーさんビール当選したみたいなので6時頃に 参ります。マジで嬉しすぎて、泣きそうでした。応募していたのを忘れていて、たまたま昨日ラジオ聴いていたら、まさか僕の名前も、本当奇跡ですね。感謝です。今年はビール買わなくていいかなはい。ラジオネームさんからいただきました。ね。当選された方は、ま、こういう形で、もうめっちゃこう興奮をね、していただいて、えー、実際にこう持って帰る姿を見ると、 本当にもう、早くお家に帰って飲みたいっていうね。<laughs> もう笑顔なんですよ、みんな。幸せ、幸せそうなね。笑顔ですから。えー、っと、こちらも行きましょう。うん、うん、うん。うん、うん、うん。はあ。 なるほど <laughs>。なるほどね、おるグンダさん。こういう写真が <laughs>、こういう写真が出回ってるんですね。なるほど。これはちょっと危険だな。はい。前城さんにい,いいよ。<laughs> はい。飲み会にね、僕が参加して、横顔がし,しゃめ取られてるっていうね。まさかの。そうですか。えー。 さあ、ハイサ MJ です。飲み会で誰にも悟られず帰える人いるよね。そういう人の手口を分析すると、よくトイレに行き、いなくなってもトイレじゃない、<laughs> いなくなってもトイレじゃないかって思わせるやつ。で、たいお金払わずに買えるパターンだよね、えー。僕はみんなにバレずに女の子をお持ち帰りするテクニックをモーリーから習いたい。はい。これもないですね。僕ないです。本当にそんなことないです。 いや、お金はさすがに払うんじゃないね。いくらなんでも。そこは、あの、絶対後々おかしくなりますから。まあ、呼ばれなくなりますからね。そうなっちゃうとね。うん。でもいるよね、たまにね。わかる。わ <laughs> かるなえー、さあ、一旦 CM 行って、えー、この後も4時の後半お送りしていきたいと思います。 スタジオを出て20個近いパンをあのスタッフの皆さんで食べてねって言って持ってったんですけど事務所にもかける4倍ぐらいのパンがあった <laughs> すごいぁ何個差し入れしてるのっていうぐらいパンがあります えー、アジクルタラジオ、文化の日、お休みですけれども、通常通り生放送をお届けしております。えー、中央パーパカベニュー、上空ちょっとね、もう、雲が怪しくなってきてて、なんか雨降るんじゃないかっていうようなね、えー、暗くなってますけれども、えー、降水確率はこの後20%ということで、天気の予報としては曇りですね。はい。まあ、雨は大丈夫なのかなっていうところですけれども、皆さんの聞いてるところいかがですか さあ今日の番組のテーマは飲み会のもう酒飲いましょうねって帰るときにどういうふうにね皆さんはこう伝えてますかっていうのが今日の番組のテーマとなっておりますまあうまくねあのー、さりげなく帰る人もいればいやすいませんもう話の途中悪いんですけど話の途中悪いんですけどもって言ってねちょっとこう腰を折って、えー、さよならっていうのか、まあ、その辺をですねちょっと聞いていこうかなと思います ラジオネーム、合わせの高青年。えー、俺は大体いくらお金置いたらいいか考えてすぐ土に預けてすぐ逃げるよ。帰ろうなって言ったらべ帰るな。スナック行こうってなるさね。すぐ逃げるよ。ドロン。はい。ラジオネーム、合わせの高青年。やっぱこう、関係性なんでしょうね。あ、このメンバーだね。 帰ろうって言うと、えぇ、ー、出ました。また帰るって言ったあるとか、なんかいろいろ言われたりとか。で、また飲み会が変われば、あお疲れ様でした。明日、ちゃんと来てくださいね。みたいな。すごい、こう、スマートに行く時もありますしね。関係性でしょうね、やっぱりね。さあ、ということで、えー、4時のエンディング。ラジオネーム、これは MJ さんのリクエストということでいただきました。サザンオールスターズ。会いたくなった時に君はいない。この曲でエンディングです。 アジクーターラジオ」この放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディスクリニックソートバンク中野町の提供で四時台はお送りしました。 Ladies and gentlemen, I'm now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up. Ajiraji. さあ、時刻は5時を回りました。生放送アジラジをお届けしております。えー、沖縄市中央パーカーベニューからの生放送、残り1時間となってますね。えー、ちょっとこう、風が強くなってきてるみたいですけれども、今日は半袖ではちょっと寒いかな。はい、これからお出かけの皆さんもですね、風邪ひかないように、十分厚着もしてください。さあ、今日の番組のテーマなんですけれども、あのー、飲み会の時にね、えー、どういう風にこう、先になります 先になりましょうねと伝えているのか。まあ、帰り方というね、テーマでお届けしております。はい。まあ、皆さんなりの帰り方があると思いますので、え、うまーくこうやったら、あのー、あ、お疲れみたいな、そういうね、あの流れになるのか。まあ、または、こういったがために、えーって言われたとかね。まあ、 一番こう、なんて言うんですかね、さーっと、しれーっとこう帰るのがね、一番いいなと思うんですけれども、はい。えー、皆さんのその居酒屋、または飲み会でのですね、帰り方でメッセージをお待ちしています。761アットマーク、fmcoza.jp。761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。えー、ツイケスの方からコメントも入っていますが、ユキーさん、美味しいね、一人勝ちまイして。 <laughs> シューターさんからね、あの、パンの差し入れいただきまして。で、そのパンの差し入れの数がね、もうものすごいんですよ、本当に。えー、ミミリーからもツイキャスで、モーリーさん、シューターさんから事務所には40個ものパンをいただきました。食べ物に囲まれて私も幸せです。はい。<laughs> さっきね、スタジオを出て、これはちょっとね、あのー、まあ、これはちょっとねっていうか、だいたいこうみんなでね、 シェアをするんですけど、いただいたものは。20個近いパンがあったので、これさすがにシェアだろうと思ってロ、ロビーっていうかね、事務所に持ってったら、僕が持ってるパンよりも、その事務所に置いてあるパンの方が数が多かったっていうことがわかりまして、もう思わず声出ちゃったよね。えぇ、ー、<laughs> こんなに差し入れですかっていう。多分トータル。 50個ぐらいじゃないですかね。パンの差し入れが。まあ、チョコだったりとかね。ハムが入ってるやつだったりとか、チーズインだったりとか、いろいろありましたけど。はい。はい。もういつもね、本当にありがとうございます。さあ、こちら、ラジオネーム、昼間の奥さん。モーリーさんと味食うたの皆さん、ハイタイ。祝日なので、仕事お休みです。 でも、女子高校生の要望で、茶壇を歩き回り、ハンビータンを歩き回り、はっきり言って、仕事よりもきつい。足が棒です。えー、棒よりは太いけどね。<laughs> テーマの内容でいいです。えー、リクエスト、おなんとかなんとかのなんとかなんとか。発作、これ映って女子高生にを遅さよ、遅さよ、とぬらりてるのよ。 なんかわからんけど、よろしくって <laughs>。はい、ありがとうございます。これちょっと打ちディするね。これなんて書いてるんかな <noise> フィ、フィフ、フィフ、フィフスハーモニーでいいんですかねの、スレッド、ああ、みたいな <laughs>。これ難しいな、この英語表記。F がやたら多いからね。なんと発音していいかもわからんしね、これね。 おあ、でも曲あるかなこれはちょっと探しましょうね。はい。ええー、まあ今日はお休みですけれども、こう、娘さんとチャタンをね、ウィンドウショッピングなのかな。えー、歩き歩きしてるという。ラジオネーム、昼間の奥さんでございました。おサザエさん、タマさん、モリー。 落選組、あの、オリオンスタイルね、落選したんだけど、当たった具足して酔ってみてもいいのかな、ということで。あ,あ、もちろんですよ。まだ小座をね、パーカーベニーは来たことないんじゃないですか。ね。なので、ちょっとこう、走りがち。っていうか、FM 小ザのディスナーさんってランナーが多い気がするな。MJ さんなんかも、そうですし。意外と、マラソン大会に出たよとか、 今も走ってますよとかっていう人がね多い気がしますねなんかねえー、また気軽に遊びに来てくださいジャック五恵さんからさっきねあのオリオンスタイルのチケあのー、ビール受け取りに来てましたモーリーさんスタッフの皆さんリスナーの皆さんこんにちは先ほどはありがとうございましたまた遊びに行きたいと思いますさてテーマですが自分は申し訳なさそうにすいません先上がりますね と一言言ってからさささっと帰りますあなんかジャックゴヤさんはそう言ってもそんなに何て言うんですかね言われなさそうというか「あっ五さん帰るんだお疲れさん」みたいな感じでスマートななんか切り返しをされそうな感じですね。 まあ僕はあの、まあ地元で同級生なんかと飲んだ場合、はい、出ました。また速攻帰ろうパーみたいな、そういう口調で言われますから。で、そのたんびにまた僕もね、売り言葉に買い言葉になるから、なんかこう、ちょっとした押し問答というか、10分ぐらいそういうのがあって、ぐだぐだして、で、また普通の会話に戻った時に、玄関でね、帰ろうとしたら、 はい、また知らんパーして帰ろうパーみたいな。<laughs> 知らんパーして帰ろうパーみたいなね。パーパーパー,パー言われますけど。いや、これ関係性によるんだろうなってちょっと思いましたね。うん。えー、はい。そしてこちらも行きましょう。青の軍団さんから。飲み会のフェードアウトの仕方。多分飲み会途中で帰ったことないはず。っていうかよ。 途中で自分が帰った後に、デイジ楽しいことがあったら、損した気分になるさ。だからよ、帰りたくてもよ、帰れないってば。ああ。あ、そういう捉え方なんですね、これね。そういうことか。うーん。確かにな、あの後ヤーが帰って死に盛り上がったぜって言われたら死にショックだね。<laughs> ヤーが帰ってからよ。 やりなかったかみたいな,なんか記憶にすらございませんっていう展開一番寂しいからねやっぱりねうんあそれはあるかもしれませんね、えー、今日の番組のテーマ「飲み会の際」ですね、えー、先になりましょうねっていう時に、まあ、どんな風にね皆さんはあのー、言っているのか、まあ、どんな風にこうにフェードアウトしていくのかっていうのが今日の番組のテーマとなってますので、えー、この辺も併せてメッセージお待ちしています あのリクエストの曲はなかったんですけども5時のオープニングでこれはフィフィフィフスハーモニーでいいのかな、えー、の曲を1曲お送りしていきたいと思います。 さあ、アジクルタラジオ生放送でお届けしております。えー、っと、昨日、ちょっとね、嬉しいことがいろいろありまして、まあ、あの、飲み会で普段なかなか話せない人と、仕事の話だったりとか、普段なかなか聞けないことをね、聞けたりとかして、えー、いい一日だったなと思ってたんですけど、で、その、飲み会に行く途中でね、えー、まあ、知った情報で、えー、お笑いの FEC のまーちゃんさん、 えー、まあ、咽頭ん癌のため、えーまあ、治療のため、まあ今年の8月から活動を休止ずっとしてたんですけど、昨日、FM 沖縄の方で、えー、その癌のね、克服の報告と、おまあお笑い芸人の復帰ということを兼ねて、えーまあ、会見を開いたそうなんですね。 で、その中で、まあ、第二のお笑い芸人人生のスタートにしたいと、そういったことで意気込みを語ったらしいんですけれども、まあ、その会見の中で、こう入院生活中のこの体験だったりとか、まあ、そういったものをこう笑いを交えながら、えー、会場をね、沸かせていただいたということらしいんですけれども、やっぱりね、まだ41という年齢で、まあ、これからっていうね、ことだったと思いますし、そういうやさにね、ちょっとこう声が、 どどんどんこうかすれていって、っ放送を聞いてリスナーさんからもさらにこのまーちゃんの,この声がガサガサなってるとかっていう声もね届いてたらしいんですけどでこの、まあ、治療をしてでしばらくするとそのガサガサの声がねまたこう普段通りのこのマーちゃんさんの声に戻ったということで,でまた今後ともその芸能活動をね、えー、一度こう克服したことで。 その検診の呼びかけだったりとか、癌に対する関心をね、どん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 こう発信していきたいというふうに、そういったこうコメントも、まあネットの方でね、えー、紹介されていたりとか、で、また、まーちゃんさんのブログの方で紹介されていますので、これはちょっと嬉しいなと思いましたね。でそんな、まーちゃんさんの復帰の公演が、11月の15日、夕方5時から、浦添市の国立劇場沖縄で行われていくということらしいですね。で、そのずっとこう病院の中で、 えー、いるときに、まあ、復帰のことばっかりもずっと考えてて、で、こういうふうにこう舞台やろうとか、そのネタをすごいたくさんこうしたためていたらしいんですけども、それをこう実際にね、えー、15日にやるということらしいですね。まあ、僕もこうイベントがその日あって、で、そのイベント終わりにね、ちょっとこう見に行けたらいいなと思ってますけどもね。まあ、今日のインターネット、 ニュース。ヤフーニュース。で、また、琉球新報のね、えー、ホームページの方でも紹介されております。いやー、もう本当に待ちに待ったっていうね、もうファンの皆さんがすごい多かったんじゃないですかね。今日もあのー、公開放送の中で、えー、ゲストで登場したということらしいですけどね。さあ、そして今日の番組のテーマですけれども、飲み会の時にね、帰る時に、どんな風に皆さんは帰ることを伝えますか または伝えないのか、この辺もですね、含めてメッセージお待ちしています。761アットマーク、fmcoza.jp761 アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。ラジオネームともぶんさん。職場関係だったら、数で帰りたいけど、どしごはとか、リスナーで飲むときは、さすがに言うけどさ、帰ろうねって。 みんなの前で行ったら、注目浴びて、余計帰りにくくなるから、隣にいる仲良しさんにお金を渡す、渡して、数で帰ったりするかな。時と場合、飲み会の内容によって変わるよね。一番怖いのは、割り勘払って、タクシーで帰って、シャワー浴びて、寝ていた時かな。記憶ないけど、ちゃんと帰れるから怖いよ、やということで。はい。なんかそうみたいですね、なんかね。あのー、 気が付いたらお家のベッドで寝てたで着替えも全部済ませているとかっていうことらしいですねだ普段やってることはやってるんでしょ無意識にねきっとだこれでね知らないお家の敷地で眠ってたとか、まあ、僕の先輩このなんか全然知らないお家の新聞受けから新聞取ってそれをこう警察に見つかってしまって <laughs> ちょっとね職務質問を受けたっていう先輩を見たんですけどそれはちょっとやっぱり怖いじゃないですかそのお家に侵入された側もね怖いし、まあ、そこまでね飲まない方が一番いいんでしょうけどねやっぱあれだね TPO だね本当に時と場合どんな関係性かっていう誰と飲んでるかっていうところで大きく変わるかもしれませんねラボ そうだ。同級生で飲んでるときは、必ず、まあ僕の友達なんですけど、途中でいなくなるんですよ。本当に。誰も気がつかない時ときに、ふっていなくなる。であ、あいつまた帰ってあるなっていう。一応お金ちゃんとね、置いていく友達なんですけど。この辺ね、あのー、やっぱ関係性によるんだろうなと思いましたね。えー、昼間の奥さん。リクエストありがとう。読めんでしょ 移民風な英語 <laughs>。フィフ、フィフスハーモニーか、これ。もうこれもいい感じしますね、なんかね。えー、テーマ、先に帰る。多分、先帰ることないかも。はあ、もう帰るのって体を揺らしますね。大丈夫、相手は PTA の仲間だから。女の人が居酒屋の次に行くところってないのよね。歩き回ったら歩道院とかに見られてるかもね。<laughs> なるほど。 男性はね、そういう意味では、あのー、お姉ちゃんがいる的な、そういったところにね、行ったりとかできますけど、女性はまあそういう意味ではないか。うん。まあカラオケ行ったりとかね、女同士でとか、なるんでしょうけど。でこの一次会でもう中間取って、ラストオーダーになりますけども、みたいになった時に、もうお金をね、みんな集めて、払って、二次会行く人ってなって、 はーいってみんなが満場一致みたいな感じで手を挙げることってあんまりないんじゃないですか昨日ももうなんか半々ぐらいだったかなあー草木帰ろう。ああ、でもみんな挙げてるな。はーい行きます。みたいな。なんかそういう感じだったので。まあもちろんこう、今日がね、休みの日といえど、こう仕事があるという人々だったので、まあ、無理はね、できないなっていうことだと思いますけど。 なんかあのー、芸能人だったかなあのー、もう大御所の方なんですけど、必ず、どんなことがあっても、12時には帰る。もうぴったし、きっかし12時になったら、じゃあ、また明日、みたいな感じで先になるっていう、そういう方もね、いるらしいですけど、なんか、それをずっと突き通してる人らしいですね。もう、どんなに盛り上がってても、まあ、 変な話だしね。えー、そんなにこう、面白くなくても、12時まではいるらしい。でも、12時になった瞬間に、もう日付変わったから、もう、パッてね、帰るっていう。そこをね、統一してる人がいるんだったら、なんか、ああ、もう、そろそろあいつ帰る時間だな、みたいな。あいつが帰るイコールもう12時回ってんだな、みたいな。そういう位置づけになってくるんでしょうね、きっとね。えー、 さあ、リクエストの曲もお届けしようかなと思うんですけども、ちょっとまだ書けれてない曲があったと思いますが。あ、OK。合わせの高青年の曲のリクエストいきましょう。えー、吉田山田の日々ということでリクエスト入ってますね。はい。ではでは、ここで一曲挟んでいきましょう。あ、その前にツイキャス。テントウさん。飲み会から帰りたい時は、二次会へ移動する前に、物音を立てず、気配と足音を消して、店を出た直後、 忍者走りでタクシーを探します。は <laughs> 昨日のこの飲み会で、まあ、M さんっていう人なんですけど2次会始まって乾杯って一応やってトイレ行ったんですよ1回ねでえ「M はどうした?」ってなってあ「トイレ行ったみたいですよ」一1回帰ってきたんですよで10分ぐらいかな2次会始まって。 でまた M さんがいなくなってで案の定またトイレじゃないかみたいな展開になったんですよで勘の早い勘の鋭いう人が電話してみようってな電話したら話中ああ外で電話してんだなってなって結局それからもう帰ってこなかったっていうねその M さんなんですけどなんかこの関係性曰くあもうあいつは帰ったなとえなんかパターンがあるみたいですねやっぱりね 一回このトイレ行くじらしておいて <laughs> 次電話をしてみたいななんかこのパターンがなんか後々聞いたらねあるみたいですけどそれでも許されるキャラでもありますしそういうこの仕事のね、あのーまあ、仲のいいメンバーらしいですからねさあということで、えー、吉田山田の日々をちょっと聞いてもらおうかなと思いますがちょっと曲あるかな はい、ありますね。ではでは、こう、時間までこの曲聴いていただいて、5時30分からは、地域密着、道路交通情報をお送りしていきたいと思います。ラジオネーム、合わせの高青年リクエストは、吉田山田、日々。 ラジオネーム合わせの高青年の曲のリクエスト吉田山田の日々をお送りしましたこれのあの PV がねちょっとこう絵本タッチで、えー、どん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 この子供が生まれてからでまた大きくなっていくみたいなねそのこの一部始終をこの漫画でイラストで書いてますけれどもこれがまたこの曲と合わさってくると 涙がね、こう出てくるっていう、すごい良い曲ですけれども。さあ、えー、もう間もなく5時30分近づいてますけれども、この後は地域密着、道路交通情報の時間です。沖縄市内の渋滞情報や天気の情報をお伝えしていきます。 さあ少し早いですが、地域密着道路交通情報の時間です。さあ沖縄市内現在の渋滞情報なんですけれども、インターネットの情報を使いまして、現時点。えー、まず沖縄市のですね、中央パーカーベニューから見える国道330はスムーズに流れております。渋滞はまだありません。そして、コザ運動公園出入り口付近方面から、コリンザ向け国体道路、 こちらで現在渋滞中ということですね。あの、今日は小座運動公園または小座新金の周辺の方で、えー、小座モーターフェスティバルというですね、あのバイクまたは車のですね、イベントが行われていました。夕方5時までやってたので、ちょうどもう終わって、えー、帰る、帰宅される時間帯なので、この小座運動公園の付近はちょっとこの後もまだまだ混雑してきそうですね。 はい。もう会場にはですね、本当にあの、久しぶりにこんなに、よくあの、プロ野球のキャンプとかありますけど、そのキャンプのオープン戦とかにね、訪れるぐらいの人たちがね、やってきてましたので、多分しばらく、その高速南インターチェンジ付近のね、えー、ところ、またはこう、330向け、えー、こういった方面でちょっと渋滞があるかもしれません。さあ、天気の情報もお伝えしていきましょう。今日のこの後、 北東の風、やや強く曇り、波の高さ2.5メートルのち3メートル、降水確率20%ということです。さあ、11月の4日、明日水曜日、明日のお天気も曇りのお天気の予報です。降水確率20%から30%、朝の最低気温が23度から、そして日中の最高気温が27度となっています。 ちょっとね、あのー、昨日、今日より、よりも少しこう気温が上がるということらしいです。以上、ここまでは地域密着、道路交通情報と天気の情報をお伝えしました。 さあ、ここでいくつかお知らせ挟んでいきたいと思います。まず、FM コザの大忘年会のお知らせということで、えー、まあディスナーさん、FM コザのスタッフ、そして FM コザのパーソナリティの皆さんやスポンサーの皆さんを集めて、12月の4日、金曜日に夜の7時から、沖縄こどもの国のアクアの方で、忘年会を行います。会費が2000円となっております。 参加しますという方がいたらですねメールで参加希望または直接 FM 小座に来ていただいて参加しますということで参加表明もよろしくお願いいたしますそしてこちら今週木曜日11月の5日沖縄広域地震津波避難訓練が実施されます沖縄市においても地震避難訓練が行われます それに伴い FM 小座でも緊急避難訓練放送が11月の5日10時から朝の10時から11時まで行いますあくまでも訓練放送になりますのでお間違いのないようお願いいたします11月の5日沖縄広域地震津波避難訓練が行われます沖縄市においても地震避難訓練が行われます FM コザでも朝10時から11時まで避難訓練放送が行われますのでお間違いのないようによろしくお願いいたしますこれ今週の木曜日11月の5日ということですね以上 FM コザより訓練放送実施のお知らせでしたはいねあのー、いろいろ備えてもしものことを考えて、えー、そういったこう訓練がね 予定されておりまして。で、それを放送の中でも、やりますから。はい。ラジオ聴いている皆さんも、まあ、決してこう間違わないようにということで、はい。お知らせでございました。さあ、ラジオネーム、サナヘイさん。モーリーさん、こんにちは。テーマ。自分は、言えなくて、最後までいるパターン。言えないというか、言い方がわからないというか、<laughs> 先になりましょうね。とか。もう、 ちょっと明日早いんでって時計ないけど時計ある富士でね、こう疾病みたいな感じして帰るっていう。ま、ああの、子供生まれてからなんですけど、明日娘の保育園が早いんでとか、なんか、そういうなんか子供がとか、嫁がとか、<laughs> 嫁が帰ってこいっていうとか、なんかそういうことを言うと、 ああ、じゃあ、しょうがないな、みたいなね。そういう感じになっちゃうときもありますね、多分ね。うん。だこの絵、やっぱり、あの、そういう意味では、独身の方のこの切り返しっていうのはちょっと難しいかもね。ハードルちょっと高いかもね。一応、あれかなキャラにもよるんかなやっぱり。もう、ジーさ、仕事も一生懸命やってて、あの、朝も遅刻絶対しない。しかも、8時に来いって言ってるのに、 7時には出社しているとか、そういうなんか規則正しい生活を送ってる、例えば友達、友達がいたときに、先になりますって言ったときに、あ、あいつはね、ちゃんとしてるからな、おじゃあまたな、みたいな。多分そういう感じになるんでしょうね、きっとね。だこの辺もなんかキャラも大きく変わるんかなっていう気がしますけどね。話変わりまして、自分も那覇マラソン、デマッシュ。 今週、カデナ基地の周り、走りたいけど、誰か一緒に走ってくれる人いないかな一人じゃ寂しいのはい、ラジオネーム、さなへいさんからいただきました。結構ね、あの、ラジオのディスナーさん、ランナー多いですからね。うん、もし。あ、じゃあ私もっていう方がいたら、ね、またご一報ください。そういえば、あの、沖縄マラソンが11月の1日、 さる日曜日からか、えー、募集のスタートもね、始まりましたよね。来年の2月の21日に開催予定ということですけども、一応は申し込みの期間が11月の1日から12月の11日までということでございます。えー、去年はね、1万6千、 752人の方が応募したということですね。えー、率、フルマラソン、72.56%。まあ、あの、フルマラソンだったり、10キロだったりとかね、それぞれありますけれども。もう最近はですよね、やっぱこう、肌寒くなってきたりとかすると、この夜なんかね、えー、ジョガーの皆さんというか、 たくさんこう走ってる姿が見られますよね。特に運動公園の周辺とかね、結構な率で走る練習されてる方って多いんじゃないかなと思うんですけどね。えー、いよいよ沖縄マラソンの申し込みもスタートしております。さあ、こちらラジオネーム、シューターさん。オリオンスタイルありがとう用事があってさっさと帰っちゃって悪いね。でもビールさえもらえれば俺は OK なんで。 今度時間がある時に行こうと思っていますが何か餌がないと腰が重たいかな。<laughs> はいということでいや何もなくていいですからね本当に、うん、ただあの遊びに来ましたっていう感じでねスタジオの外で聞いてますみたいな結構いらっしゃいますからねリスナーさんねいやっていうかねあんなにパンもらったの初めてですよ本当にびっくりしたけど。 あと <laughs> にも先にもあんなパンは見ないでしょうねもうあれパン屋ではあれ <laughs> パン屋のあれだよあの陳列ではあれ本当にあの数はいやーもうビビ,ビビりましたね本当にねありがとうございますえー、サブロータさんモーリーこんにちは昨日ビール当た,当たらんかったから今日は仕事行っている <laughs> いや、普通に仕事でしょ、今日。さて、今日のテーマ、飲み会から先に帰るとき。俺も、青の軍団と一緒で、ほぼ先に帰ることはないな。いつも夜は、お家から出ないし、お家でお酒は飲まない。お出るのは月1回のもあいだけど、用事があってもあいに行けないなら、2ヶ月に1回になるからよ。 飲み会があってお酒を飲める日はさ気合い入れて戦闘態勢に入ってるから最後までいる感じなので最後までいる青の軍団とさ同じ車で一緒に帰ったこともあるよ多分先に帰ろうとしたら、えー、帰るとしたらみんなに先に帰るよって言うはずなラジオネームあえともぶんさんじゃなくて、えー、サブロータさんから頂きましたはいありがとうございましたそうなんですね結構じゃあ仲いいんですねそういう意味ではね あ一緒に帰ったこともあるっていう。飲み会を最後までいたことってね、僕はあんまりないタイプですね。本当に。まあ飲まないからか。一番それでしょうね、きっとね。飲まないからでしょうね、きっと多分ね。飲んでたらね、なんかこう、最後までいちゃう気もしますけどね。 そっか、二ヶ月に一回とかってなったらね、それは多分、意気込みが違うでしょうね、やっぱりね。うん。いやでも、体力いる人がいるさ、体力、体力ある人。全然、あのー、昨日の飲み会でも、先輩でいたんですけど、もう、ユンタクが止まらない。ただ、本当にもう、誰よりも喋ってる。<laughs> 誰よりも飲んでるんだけど、 誰よりも元気っていうそういう先輩がいましたねで休みの日っていうかお家でお家でもこんなですかって聞いたからいやーバカかって言われて <laughs> お家ではさすがに休むだろって言われてで特に休みの日はとことん休むって言ってましたねそうしないと持たないって言ってましたはいまあ、なので外で頑張ってお家ではまあ静養に当てるみたいなねそんなやり方なんでしょうねきっとね 一応ねそうじゃないとバランスはありますからね体力ありますからねきっとえー、これはチャッキー与那峰さんから頂きましたモーリーさんリスナーの皆さんこんにちは私は今日仕事しています文化の日子どもの国でも沖縄芸能フェスティバルやっていて行きたかったななんかね子どもの国今日無料みたいですね あの、ガレッジのお二人が、えー、司会も務めているということだったらしいですが。で、今日のテーマ、ズバリ、ケースバイケースです。あっさりしていてごめんね。えー、では、時間まで頑張ってください。はい。まあ、そうでしょうね。さっきもちょっと話になりましたけど。うん。誰と飲んでるか。どんな状況かっていうね。うん。一応ね、途中で帰る場合って、 料金って難しいですよね。頼んでるメニューによるのか、この何時間飲んでるかによるのか、ちょっとその辺もね、できればこう、多く払って、あとはじゃあよろしくって言いたいところですけど、この辺の値段がね、ちょっと分かんないところありますけどね。えー、まあ今日の番組のテーマはですね、飲み会、帰える時。 ちゃんとみんなにね帰ろうねって伝えていますかまたどんなふうにこう伝えてますかっていうそういった番組のテーマとなっていますえー、ラジオネーム沖縄大好き,大好きさん DJ モーリーさんこんばんは沖縄を愛する沖縄のラジオディスナーラジオネーム沖縄大好きです就職して、えー、就職をし二0 え、二十を迎えてからあ、二十歳かな二十歳を迎えてからは飲みに行く機会が増えました。えー、ですが、翌日朝早くからの出勤となると、朝の5時に起きなきゃいけないので、遅くても夜の11時には帰ります。先に帰りますって言うと、お疲れまた飲もうね。えー、帰るのと言われることも。えー、僕が飲みに行く時間はかなり貴重ですね。では最後まで放送ちばりよう。うーん、まあ、ということで。 朝5時にね、起きるっていうのをね、ちょっと早いね、いくらなんでもね。ね <laughs> はい。朝5時か。俺朝5時に起きるんだったら飲み会行かんけど。<laughs> 前の日。絶対起ききれない。っていうか、その日がしんどいかな。うーん。まあでも、ね、次の日が早い日に限って、 前の日の飲み会が結構重要だったりとか、このメンツで飲むんですとかね。そういうパターンがありますからね。うん、難しいところだけどね。青の軍団さん、まさかとは思うけど、オリオン、青に夢中でおなじみの青の軍団さんはアタタタタ、あたたたたらということで。いえ、外れていますよ。<laughs> はい、あの、すいません。 外れてます、はいえー。30名余りの方から応募あったらしいんですけれども、はいえー、外れております。<laughs> また、あの、もう昨日からね、同じこと何回も言ってますけど、またこういう企画ありますから、はい、その時また改めて応募してください。お待ちしてます。 さあ、外もすっかり暗くなっているこざ上空ですけれども、もう車もですね、ライトの点灯も多くなってきましたね。もうなんかこの時間というか、最近5時半ぐらいからだんだんとこう日が落ちてきてますよね。なんか早いなぁと思いながらあっという間にこう暗くなりますからね。はい。文化の日の今日の火曜日もそろそろ ま、残り半分ぐらいですかね。もう半分を切ってますか。えー、どんな一日だったんでしょうか。また明日からね、通常通り仕事という方も多いかと思いますけど。まあ、あれだね。あの、風がめっちゃ流行ってますから。はい。美味しいもの食べて、ゆっくりこう休む時間をね。本当に、はい。えー、作っていきましょう。荒ららが間サイガーさん。俺は飲み会は最後までいるから、途中退席はしたことないな。 えー、途中退席するなら最初から飲み会に参加しないなということで。ああ。もう飲むんだったらもう飲むっていうね。もう最後まで、とことん。うん。でもあるでしょうね。こういうこう、飲む、飲まないの話してると、お酒飲む方からすると、もう飲みたくてしょうがないでしょうね、今日ね。多分ね。もうちょっとこう、車で聞いてる人は、帰り方スーパー寄って、惣菜コーナー寄って、 で今日はこれを魚に飲もううととかなるんでしょうねねきっとねお酒飲まないんですか僕本当に飲む楽しみがまずないんですよねちょまあその飲み会の場は好きなんですけどだこれを飲むからこのつまみとかっていう連想がまずあんまこう視野がねそういう意味では狭いのでまあ羨ましいなというところもねもちろんありますけどね さあ、ということで、こんな感じかな。はい。もう今日もたくさんのメッセージありがとうございました。まあ休みですからね、今日ね、ちょっとこう少ないんじゃないかなと思っていたんですが、まあいつも通り、はい、たくさんのメッセージいただきました。明日、水曜日、大谷あゆ美登場です。先週ね、ちょっとあのー、体調崩してて、えー、お休みということもありましたけど、明日はこう通常通り来ると思いますので、 明日もね、えー、フリーのメッセージと。で、また番組のテーマ発表していきますので、明日もね、聞いてみてください。ゆーきーさん、今日は静岡から日本酒送られてきたんだけど、奥さんに怒られるから週末まで我慢する。<laughs> あ、届いてすぐ飲んだらってことですね。なるほど。はい。まあ、その辺ちゃんとこう家族で話し合ってってことでしょうね。 なんかね、お酒飲めない人からしたら、その、夫婦同士で、夫婦同士っていうか、夫婦で、このお酒をこう、飲んで、晩酌をしてとか、なんかすごい憧れがいますけどね、こう、キンキンに冷えた瓶ビ,ビール出してとか、今日はちょっと恵比寿にしたよとか、なんかそういう話とかね、今日はちょっとこのマグロとか、そういうなんかこう、会話って、とってもいいなと思いますけど、 だそういうのないですからね。本当に。もう、そうだな。ご飯食べてるときに熱いお茶が出るぐらいかもしれませんね。そんなにこうなんか、一日の終わりの中で楽しみにしてるものとか、大体こうね、お酒を飲んでとか、日本酒ワインとかっていう話をね、みんなこう飲む方をされるじゃないですか。そういう話はあんまならないですからね。 まあその分金かからないからいいさっていうこともねよく言われますけれどもさあということで今日の番組のテーマ飲み会の時の帰り方皆さんどんなふうに帰ってますかちゃんと伝えてますかそれともしれーっと帰っているんでしょうかなどなどでお届けしてまいりましたはい、えー、もう忘年会の準備をねされてるという方もだんだんと増えてきていますか、えー、お酒を飲んだら 車乗らないように。はい。この辺もね、えー、十分に気をつけていきましょう。これからまた多くなってくるらしいですからね。えー、ピーチベルシルバー。そういえば、合わせの高青年から6巻を分けてもらったよ。はい。さっき聞いたよ、これ。っていうかね、ピーチベルシルバーね、さっき、コザモーターフェスティバルいたでしょ。<laughs> ちょっと見たからね、僕ね。運転しながら見ましたから。はい。えー、トモブンさん。今日もお疲れもおり。 パッカナラジオまで、までには帰れそうだから今日も参加できそうにないな。はぁ、あ、とりあえずプラスワンのトンライス食べたい気分やさ。お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。ねえ、昨日もね、ラジオ聞けてないけれどもということでメール送ってくれましたが、また今日も一日、いい、夕飯がね、食べれるといいですね。 さあ、エンディングの曲は、ラジオネーム、サブロータさんのリクエストの曲です。もう今日いろんな話しましたからね。もうやっぱこの曲で締めだろうということで、森高千里、気分爽快。この曲でお別れといきたいと思います。この後夕方6時からは生放送、なおちゃんようちゃんの愉快な不動産屋さん。7時から9時は、生放送。 2時間。<laughs> あります。で、また、エンパナも9時からね、今日通常通り放送がありますので、この後も聞いてください。えー、火曜日、ここまでのお相手は DJ モーリーでした。そうだ、皆さん。また明日